はい、AO 推薦入試よくある質問8番、 AO 入試は一芸入試か。はい、まあ、これも割とよくある質問ですね。で、一芸入試という呼ばれ方、そういう認識、割とありますけれども、厳密に言えば AO 入試は一芸入試ではありません。一芸入試というのは、まあ、自分のまあそれこそ一芸ですね、スポーツ頑張ってきたこととか何か特技とかで、そういうものを使って入試を突破する、そういうのが一芸入試というふうに皆さんには認識されているかと思いますけれども、もう一度言いますと、厳密には一芸入試ではありません。AO 入試は総合力が重要です。一芸じゃないです、総合力です。で、自分の芸をプレゼンする能力、喋って説明する能力、文字にして書く能力、そしてその自分の持ってる芸をいかに将来、役立てるか、そういうビジョンが必要になってきます。もう一度言います。AO 入試は一芸入試ではなく、総合力を重視する、そういう入試です。以上です。